どうもこんにちは。今回のテスラ関連の最新ニュースは、中国の上海にあるテスラのギガファクトリー3における内部資料において、以前からアナウンスされていたモデル3よりも安い完全自動運転対応機能がついたコンパクトカーが、なんと2022年から生産されるという情報がリーク。中国国内で爆売れするだけでなく、世界市場において内燃機関車のとどめを刺す切り札となる。モデル Y の3列目シートオプションに関する続報で、テスラ公式の画像や実際のリーク写真がアップされ、やはり3列目の居住性には期待できず、想定通り実質は子供専用のスペースとなる可能性。日本市場においてもすでに納車されている最新の2021年製のモデル3に関してですが、外気温がかなり低い場合において暖房が作動しなくなるという不良が多数報告され、さらに窓ガラスがなぜか勝手に粉々に粉砕されてしまう現象が発生、その品質に大きな疑問が残るの3つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、中国の上海にあるテスラのギガファクトリー3における内部資料において、以前からアナウンスされていたモデル3よりも安い完全自動運転対応機能がついたコンパクトカーが、なんと2022年から生産されるという情報がリークされました。まず今回の中国市場におけるテスラに関してですが、2019年末にテスラ初の海外工場であるギガファクトリー3が上海において建設が完了し、世界で最も販売台数の多い電気自動車であるモデル3を生産し始め、現在月ベースで3万台近くもの生産体制を構築し、しかも今月である1月からは世界的に人気のセグメントであるミッドサイズ SUV に該当するモデル Y の納車も開始し始めるという、この1年間でとてつもないスピード感でもって中国市場のシェアを獲得しようとしています。ちなみにテスラはその市場内でサプライチェーンを構築しようとしていて、2020年当初では数十パーセント程度であった備品などの現地調達率を、現在までになんと 80% 程度もの現地調達率にまで引き上げることに成功し、その恩恵をダイレクトに車両価格に反映させ、実際に直近で発表されたモデル Y の値段設定が当初発表されていた金額よりも日本円に換算して200万以上も安い値段を実現してくることなどに成功しています。そしてそんな爆速の成長スピードを続けている中国テスラに関する続報として、テスラが昨年である2020年の9月に開催したバッテリーデーというイベントにおいて発表した25,000ドル、日本円に換算して260万程度のコンパクトカーである通称モデル2が数年以内に発売するという計画がすでに中国市場においては動き始めていて、しかもその2万5000ドルのコンパクトカーの生産が開始されるのが、なんと来年である2022年内からではないかというリーク情報が持ち上がり、世界中が驚いています。まずこの通称モデル2と呼ばれるコンパクトカーに関してですが、そのバッテリー例において LFP と呼ばれる希少物質であるコバルトを一切使用しないバッテリーの種類を採用することで価格を抑えることができ、実際すでに中国製のモデル3の廉価モデルであり、日本円に換算して400万を切ってくるエントリーグレードであるスタンダードレンジプラスグレードにはその LFP バッテリーを採用しています。そしてその値段設定が非常に重要で、アメリカ価格で2万5000ドル、日本円に換算してなんと260万程度とアナウンスされていましたが、今回発表されたリーク情報における中国市場で製造されるコンパクトカーもほぼ同様に260万以下という価格設定になるとしていて、もし本当にこの値段設定で販売された場合、イニシャルコストにおいても同セグメントの内燃機関車と同じような値段設定を達成できているということになりますし、すでに現時点で発売されている多くの電気自動車においても、車両を数年間所有した場合のトータルのランニングコストでは同セグメントの内燃機関車と同等か、もしくは安くなる車種も存在しているという現状ですので、一般の人々が最も気にするであろう所有コストという観点で、もはや内燃機関車が電気自動車に対抗することはできなくなるということが容易に想像することができると思います。そしてこのゲームチェンジャーとも呼ぶべきテスラのコンパクトカーが、中国市場では想定していたよりも早い2022年から発売を開始し始めるということで、当初は早くても2024年頃から量産が開始されるのではないかという見立てが一般的でしたが、それを大きく前倒ししてくるのではないかということなのです。もちろんこちらの情報に関してはテスラ側からの公式の情報ではないため確定情報ではないですし、私個人の推測では今後増大するミッドサイズ SUV である
るモデル Y の供給体制をさらに拡充していかなければならないという点、さらに現在発売されているモデル3とモデル Y に関しては、そのバッテリーデーにおいて発表された新たなバッテリーセルの種類や形状、その搭載方法、さらにはそのバッテリーセルを生産するための大規模な設備改修が待ち受けているという点などを考慮すると、さすがに2022年までに通称モデル2を量産するのは不可能であるという立場ですので、直近の異様な盛り上がり方に対してはかなり懐疑的ではありますが、今後数年以内にその260万の電気自動車が発売されることは間違いありませんので、いよいよ真の意味でのゲームチェンジャーとも呼ぶべき電気自動車が内燃機関車という既得権益に固執し続けている既存メーカーに対する最後通牒を突きつけているという事実を一人でも多くの方が認識しなければならないのではないでしょうか。2つ目のニュースに関してですが、モデル Y の3列目シートオプションに関する続報で、テスラ公式の画像や実際のリーク写真がアップされましたが、やはり3列目の居住性には期待できず、想定通り実質は子供専用のスペースとなる可能性が非常に高くなっています。まず先ほども取り上げたモデル Y に関してですが、アメリカ市場では2020年3月から納車がスタートしていて、最大7人乗りにすることができ、そのモデル Y のワールドプレミアから一貫してアナウンスされていた3列目シートオプションが一体いつから生産されるのかを、特に3列目シートの需要が多い北米市場のユーザーなどが待ち望んでいて、前回の動画でも解説したように、ついにそのオプションを3000ドル、日本円に換算して31万程度から選択可能となり、納車時期に関しても早ければ2週間以内で納車可能とアナウンスされました。そして本チャンネルにおいては、そのミッドサイズ SUV であるモデル Y では3列目の居住スペースを確保することができないのではないかと指摘していて、実際に5人乗りのモデル Y を7人乗りに改造したオーナーによれば、ヘッドクリアランスはまだマシなものの、やはり足元の空間が確保できないのではないかと指摘していて、その実用性に多くの疑問が残っていたのですが、今回実際に公開されたテスラの公式画像において、やはり3列目がかなり狭くなり、おそらく大人が3列目に乗ることはほぼほぼできないかと思いますし、今回の発表に合わせて、もともとアナウンスされていたセブンアダルツという表現からセブンパッセンジャーズと表現方法がトーンダウンしていますので、基本的には子供を持ったファミリー層がこちらの3列目シートオプションを選択し、子供専用での使用用途というイメージで差し支えないと思います。しかも最も懸念されていた足元の開放感が一体どれほどなのかに関しても未だに公開されていませんので、まもなく納車が始まるその3列目シートオプションを搭載したモデル Y の実際のオーナーのインプレッションにも注目していきたいと思います。3つ目のニュースに関してですが、日本市場においてもすでに納車されている最新の2021年製のモデル3に関してですが、外気温がかなり低い場合において暖房が作動しなくなるという不良が多数報告され、さらに窓ガラスがなぜか勝手に粉々に粉砕してしまう現象が発生し、その品質に大きな疑問が残っています。まず今回取り上げたい2021年製のモデル3についてですが、日本市場においても12月に納車されている方はこちらに該当し、インテリアのセンターコンソールの刷新をはじめ様々なアップデートを行い、その中でも特に電気自動車において大きな弱点ともなっている暖房を使用した際の航続距離の悪化を大きく改善することができ、すでに日産リーフなどでは搭載されていたヒートポンプを採用したというのが特に大きな違いとなっていて、実際にそのヒートポンプを搭載したことによってどの程度消費電力が抑えられるのかに注目が集まっていたのですが、特に緯度が高く玄関地帯であるカナダのケベック州に在住するオーナーをはじめ、複数の2021年製のモデル3オーナーが暖房が作動しなくなったという動作不良を訴えているのです。ちなみに同じくヒートポンプシステムを採用しているモデル Y に関しても同様に暖房機能が正常に作動しないという報告が上がっていますので、おそらくテスラが新開発してきたヒートポンプシステムに問題があると考えられますが、こちらに関しての詳細はテスラ側からは未だに公式には回答されていませんので、日本市場において最新のモデル3を購入し、特に現在厳しい寒さ及び積雪が続いている地域に在住している方に関しては、個人的にはモデル3を使ってロングドライブ等をするのはリスクがあると思いますので使用をお勧めすることはできませんが、いずれにしてもこちらに関するテスラ側の見解が分かり次第アップデートしていきたいと思います。そしてさらにその2021年製のモデル3において品質の低さが指摘されているのが、何の前触れもなく突如として窓ガラスが粉々に粉砕してしまうという件で、
こちらに関してもすでに複数のオーナーが同様の事故に遭遇していて、カリフォルニア州に在住し2021年製モデル3スタンダードレンジプラスを購入したオーナーが実際に2021年の元旦に納車されたのですが、納車されてからなんと数分後に後席の右サイドの窓ガラスが突如として粉々に粉砕してしまい、たまたま後席に乗車している人がいなかったため怪我人はいませんでしたが、間違いなく危険なインシデントであると思います。そしてそのオーナーはすぐにサービスセンターに連絡しましたが、正月休みのためサービスセンターは休業とのことで、4日に改めて連絡をしたところ、すぐに調査を向かわせるとの連絡があったそうで、そのテスラ側の推測によれば、車両を詳細に分析しなければならないが、おそらく車内の気圧が高くなってしまったことによって欠陥を抱えた窓ガラスが耐えきれなくなったのではないかというものだそうです。まず今回のインシデントに関しては、映像から見てもかなりショッキングですし、正直申し上げて呆れて物が言えない状態で、このインシデントが複数報告されているということもあり、未だに怪我人が出ていないことが奇跡的ですので、とにかくテスラ側からの今回の問題点の原因の調査結果を待ちたいところでありますが、仮に同様の問題が現在出荷されているモデル3にも同様である可能性が高いのであれば、例えばそのモデル3の隣に駐車した車やその乗員の怪我につながる可能性が極めて高いですので、1日でも早い改善を求めたいと思います。そしてこのようなテスラ社が抱える様々な問題点を取り上げる際に、毎回のように説明していることなのですが、現在何か問題を抱えているのであれば、それを既存オーナーに対してしっかり説明して不安を解消するべきなのではないかということで、例えば初期型のモデル S に関しては、そのバッテリーパックからの発火案件が相当な数報告されていますし、中国市場ではすでにリコール対象であり、アメリカ市場に関しても本格的に調査が始まっているサスペンション周りの不具合に関しても同様ように、それに該当する車両は日本市場においても走っていますので、仮にテスラ側が問題ないと解釈しているのであれば、問題ないとの説明をオーナーに対してすべきなのではないでしょうか。そして今回のガラス粉砕案件に関しては、そのテスラオーナーだけでなく、関係のない周りの車両や人々にも危害を加える可能性が高いですので、ぜひともテスラ側にはただ問題を直すだけでなく、どのような問題点を解決したのか、そして現在街中を走っている2021年製モデル3は絶対に同様の問題を抱えていないのかを真摯に説明する責任があるのではないでしょうか。チャンネル登録や高評価、そして日産アリアも試乗できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。